ケビン・ナッシュはアメリカ合衆国のプロレスラー。ミシガン州出身。ディーゼルのリングネームでも知られ、WWF 時代はビッグ・ダ・ディクール、WCW 時代はムー・オの中心メンバーとしてビッグ・セクシーなどの異名で呼ばれた。学生時代はバスケットボール選手として活動。テネシー大学在籍時には巨体を生かしてセンターに君臨し、 NCWSB と16進出に貢献した。テネシー大学卒業後、ドイツのプロバスケットリーグであるプロアのギーィシ4 6ーズに入団。2年間プレーしたが、膝を故障して退団することとなった。プロバスケット選手としての引退後、アメリカのメジャープロレス団体である WCW と契約を交わし入団。トレーニング施設のパワープラントにテキストを学ぶ。 1990年8月24日、ハウスショーにて、ドクター X の名義でデビュー。ビッグバンブーダーと対戦するが敗退した。その後、リングネームをスティールへと変更し、ブレードことアルグリーンとのタッグチーム、マスター・ブラスターズを結成。9月5日のクラッシュ・オブ・ザ・チャンピオンズにて、ブラッド・アームストロングティム・ホーナーのライトニング・エクスプレスを一周した。 マスター・ブラスターズ結成後、NWA ・ US タック・王座を保持する、スタイナー・ブラザーズと構想するもタイトルダッシュには、至らず、1991年3月にチームを、解散。ブレードとのタック解消後は、シングルプレイヤーとなり、5月19日の PPV、スパー・ブロールにて、オズの魔法使いをモチーフにした新キャラクターのオズに、変身。ケビン・サリバンをマネージャーに、 ティム・パーカーから秒殺勝利を収めた。10月、負傷欠場したエル・ヒガン手の代打として、新日本プロレスにザ・グレート・オズのリングネームで、初来日、重心サンダー・ライガーともタッグを組んでいる。その後は、カジノの用心棒ビニー・ベガスにギミックを変更し、1992年1月12日、クラッシュ・オブ・ザ・チャンピオンズにて、トミー・リッチに勝利。以後、 ミスター・ヒューズとの用人棒コンビや、ダイヤモンド・ダラス・ページとのベガス・コネクションなどで活動。5月には新日本プロレスに再来日し、同月17日に大阪城ホールにいて、橋本真也と対戦した。1992年は、ダスティン・ローレスの US 王座やリッキー・スティム・ボートの TBO 王座にも挑戦したが、ミッドカードのポジションから脱することはできず。 1993年6月に WCW から退団した。1994年1993年8月、ショーン・マイケルズのボディーガード、ディーゼルとして WWF に初登場。1994年4月13日、レーザー・ラモンを破り WWF、インターコンチネンタル王座を獲得。8月28日には、 マイケルズとのコンビでザ・ヘッド・シュリンカーズから WWF 世界タッグ王座をダッシュした。その後、同年11月23日のサバイバーシリーズ1994にてマイケルズと仲間割れし、タッグ王座を返上してベビーフェイスに転向。3日後の11月26日、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンにてボブ・バックランドを破り WWF。 世界ヘビー級王座を獲得。以降、1995年11月19日のサバイバーシリーズ1995で、ブレッドハートに敗れるまで、マイケルズ、オーエンハート、バンバンビガロ、ジェフ・ジャレット、サイコシット、キング・メイーブル、横綱らを挑戦者に、約1年間王座を保持した。これは、ハルク・ホーガン以降の WWF 王座の最長保持記録となっている。 また、リング外では、マイケルズ、ラモン、1から2から3キット、ハンター、ハーストヘルムスリーラで構成された、グループ、クリックの一員となって活動した。しかし、WCW から巨額の契約金と年俸を提示されたため、1996年5月、まだ契約期間が残っているにもかかわらず、レーザーラモンと共に WWF を退団。 WWF での最後の試合は、クリックのメンバーが、ベビーフェイスとヒールの敵対関係を無視して、リング上で包容を交わすという起き手破りの事件となり、通称、カーテンコールとして知られている。1996年7月1日、マンデーナイトロニ・デラモンとのジアウトサイダーズとして、WCW に参戦。当初は、ビンス・マクマホンの指示で WCW を潰しに来たと、 少子、初登場時は放送ブースにいたエリック・ビッショフに、WWF の悪口を言いふらしているのはデメか。と迫り、ビッショフをブースから引きずり出して通路に、ジャックナイフで叩きつけた。これは、エリック・ビッショフの考えた、WWF vs WCW という、アングルに基づいてのものだった。さらに、名優のマイケルズ、ヘルムスリー。 そして1から2から3キットことショーン・ウォルトマンの参戦を匂わす発言もしていたが結局このアングルに関連して移籍してきたのはウォルトマンとすでにセミリタイヤしていたジャックル・ジョー契約だけで出場機会がなかったジャンピエール・ラフィットだけだったこれは WWF が様々な対抗処置を講じた結果であるまたディーゼル・レーザー・ラモンの リングネームは WWF が商標登録していたために、アウトサイダーズはそれぞれリングネームを本名のケビン・ナッシュ、スコット・ホールに戻さなければならなかった。そして、ジ・アウトサイダーズ参戦から1ヶ月足らずで、WWF vs WCW は頓挫。WCW は急遽アングルの練り直し自体に陥ってしまう。そこで新たに考え出されたアングルが無王である。 もっともこれは、ホーガンのアイデアだったらしく、当時 WCW で浮き上がっていたホーガンが、トップ復帰を狙ってナッシュとホールを抱き込んで結成したものだった。ムオーはライバル団体 WWF を廃業寸前に追い込むまでの一大ムーブメントを巻き起こす。ムオー結成後、メンバーが拡大していく中でナッシュは、ホールとのジアウトサイダーズで活動し、 WCW 世界タグ王座を保持するハーレムヒートと構想を展開し10月27日のハロウィンハボック1996にて王座戦を行い勝利してベルトをダッシュ1997年3月5日新日本プロレスのストロングスタイルエボリューションイン大阪ドームに参戦ホール長野正宏と組んで武藤慶治 スタイナーブラザーズとドリームタッグマッチを行い勝利。9月1日、ニトロにて復活したフォーホースメンに対して、コナン、バフバグウェル、シックスとフォーホースメンに奮して煽り、挑戦状を叩きつける。そして14日のフォールブロール1997にて、コナンバグウェルシックスとのチームウォーでフォーホースメンとのウォーゲームに勝利した。1998年5月、 ムオうは2杯に分裂。ナッシュはムオうウルフバックを結成し、ホーガン率いるムオうハリウッドと交渉。12月27日、スターケード1998にてビル・ゴールドバーグと反則最低一切なしの対決を行い、セコンドに従いていたホールのスタンガンでの攻撃によるアシストにより勝利。ゴールドバーグの連勝記録を173勝で終止符を打ったのと同時に、 WCW 世界ヘビー級王座を獲得。1999年1月4日、ホーガンと WCW 世界ヘビー級王座戦を行い、WCW を崩壊に導いたフィンガーポークオブドゥームにてベルトをホーガンへと譲り、も王復活を宣言。フィンガーポークオブドゥームの一件によりんぼうは価値を落とし、復活したものの、すぐにメインストーリーより除外される。 ナッシュは WCW 世界ヘビー級戦線で活動し、2000年1月にはブレッドハート、シット・ビシャス、ジェフ・ジャレットなどと構想を展開した。10月よりパワープラントでコーチとして鍛え、対等してきた若手ユニットであるナチュラル・ボーン・スリラーズの総帥になるも、増反して WCW を乗っ取ろうとしたナチュラル・ボーン・スリラーズに対抗して、 ダイヤモンド・ダラス・ページとジ・インサイダーズを結成し、WCW 世界タック王座をめぐり構想した。2001年1月、スコット・スタイナーと、WCW 世界ヘビー級王座をめぐり構想。2月18日、スーパー・ブロール・リベンジにて、スコット・スタイナーと敗者は、レスラー引退をかけた、WCW 世界ヘビー級王座戦3本勝負を行い敗戦。 引退することになったが、WCW も3月に、WWF に買収され崩壊を迎えた。WCW 崩壊後、復帰する情報などもなく、沈黙を貫いていたが2002年2月17日、ノーウェイアウト2002にて、ホーガン、ホールと共に登場し、オリジナル号を再結成した。3月11日の RAW にて、ホーガンホールと組んで、 ストーンコールド、スティーブ・オースチンザ・ロックと 3VS2 によるハンディキャップマッチを行い勝利するが、直後にホーガンは、無王から脱退。代わりに X パックを迎えてホーガンと構想を展開するかと思われたが、膝の故障により離脱。7月に復帰するも、大体2頭筋断裂という重傷を負い、再び長期欠場となる。2003年4月に復帰。 6月より、トリプル H と、WWE 世界ヘビー級王座をめぐり、ストリートファイトや、ヘルインアセルでアピールしたものの警部の故障が悪化し、再び満身創痍な状態に陥ってしまい、テストに秒殺敗戦、クリス・ジェリコとヘア VS ヘアマッチで敗戦して髪を切られるなど制裁を書き、8月24日の、サマースラム2003の WWE 世界ヘビー級、 王座争奪エリミネーションチェンバーマッチを最後に欠場。契約満了に伴い、WWE から退団した。2008年 WWE 退団後、2004年5月15日に、日本のハッスルに参戦。ホールとジアウトサイダーズを再結成。橋本真也小川直也と対戦するが敗戦した。11月よりホールと共に、ティネと契約を交わし入団。 12月5日、ターニングポイント2004にてホールジャレットと、キング・オブ・レスリングなるユニットを結成して、ジェフ・ハーディアージ・スタイルズランディ・サベージと対戦するが敗戦。2005年2月13日、アゲンスト・オール・オッツ2005にて、NWA 世界ヘビー級王座を保持するジャレットに、挑戦するも敗戦。2006年6月、アレックス・シェリー オースチンスタージョニー・デバインの三社で結成されたユニットであるパパラッチプロダクションの用心棒となりクリス・セイビンジェイリー・サルと構想を展開2007年11月11日ジェネシス2007にテティネ世界ヘビー級王座を保持するカート・アングルと組んでブッカーティースティングと勝者がベルトを獲得できる変速タックマッチを行いナッシュがホールしようとしたところに アングルが割って入り王座を防衛されてしまう。この一件により、アングルとは敵対関係になり、エリック・ヤング、サモア・ジョー、クリスチャン・ケージと共闘してアングル率いる、アングル・アライアンスと構想を展開。2008年、サモア・ジョー、スタイルズといった中堅レスラーの台頭に危機感を覚え、10月23日、インパクトにてメインイベントマフィアを結成。 アングルが中心となって、スティング、ブッカー、T ・ティスコット・スタイナーといった、レジェンドレスラーが集結。試合では、スティングと組んで、アージ・スタイルズサモア・城から勝利して、リングを占拠した。2009年1月4日、新日本プロレスのレッスル・キングダム3に参戦。メインイベントマフィアとして、アングルと共に来日して、 長ノ長州寺からと、日米レジェンドタッグを結成し、カール・アンダーソン&、石井智弘&、飯塚隆史ジャイアント・バーナードとの8人、タッグマッチで勝利を収めた。3月21日、ウィスコンシン州を拠点とするインディ団体である、GLCW のツーワーズ、2スイートにホールと組んで、ジアウトローズとを v s d ジェネレーション X を、 実現するも試合途中にホールを裏切り敗退。7月19日、ビクトリーロード2009にて、ティネレジェンズ王座を保持するスタイルズに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュした。2010年1月1日、ティネに復帰した、ホール、シックスパックとティネバンボーとも言えるザバンドを結成。5月4日、ホールと組んでヘルナンデスと喧嘩別れして孤立していた。 ティネ世界タッグ王者であるマット・モーガンに挑戦して、勝利し、ベルトをダッシュするが6月に、ホールは、ティネより、解雇となる。エリック・ヤングやスティングを加入させて、巻き返しを図るも10月10日、ティネ年間最大の p p v である、バウンド・フォー・グローリー2010を最後にザ・バンドは、終演を迎え、ナッシュも契約満了に伴い、ティネから退団した。2015年、 ホールオブフェーム2011年、WWE とレジェンド契約を交わし再入団。1月30日のロイヤルランブル2011に出場。WWF 時代のリングネームであるディーゼル名義で32番目にサプライズ登場を果たした。5月14日、カナダ・オンタリオ州を拠点にするインディ団体である木のブロールエイティー・ザ・ブッシュ2に参戦し、 ヘビー級ー王座を保持するスコット・スタイナーに挑戦するが敗戦。8月12日、WWF や WCW に所属経験のある ICP が主催する JCW のレジェンズアイコンズに参戦。ホールをセコンドに従え、X パックと組んで j ャ l を結成してニューエイジアウトローズに勝利。8月14日のサマースラム2011では、 ジョンシナを破り WWE ヘビー級王者となった CM パンクを吸収。そこへミスターマネー・イン・ザ・バンクとして WWE 王座への挑戦権を持つアルベルト・デルリオが登場しパンクをフォール。デルリオの王座体観を援護する形となった。10月15日、バージニア州を拠点とする王のナイト・オブ・ザ・レジェンズに参戦。ダイヤモンド・ダラス・ページと組んで往年の ベテランタックである、ロックンロールエクスプレスと対戦するが、ノーコンテストに終わった。12月18日、PPV の TLC2011 にて、クリック時代の名優トリプル H とスレッジハンマー、ラダーマッチで対戦するが、ハンマーで顔面を一撃され敗退した。2012年1月、WWE とのレジェンド契約が満期となり、退団。五月十六日、 JCW のハジェットアタックスに参戦。X パックと組んでヘッドバンガーズに勝利。同年9月23日、全日本プロレスの横浜文化体育館大会に出場。無王で共闘した武藤敬二とタッグを組み、サナダ也太陽ケアと対戦。得意技のジャックナイフでサナダを沈め、日本のファンに健在ぶりをアピールした。2013年は3月に、 BTW のスプリングツアー2013に参戦、NO で共闘した、バフバグウェルとタッグを組んで、デリフォンゾ・ブラザーズと一週間にご試合を行い、全戦全勝した。7月13日には、FSW にて、久々の王座戦を行い、FSW ヘビー級王者の大将オンプリンスに挑戦するが、反則負けを喫した。9月21日にはニューにて、 スコット・ホールをセコンドに従え、スコットの息子であるコーディ・ホールとタンクを組んで、アウトキャスト・キラーズに勝利した。2014年1月26日、WWE のロイヤル・ランブル2014にて14番目に登場。ジャック・スワガーを脱落させるが、ロマン・レインズに落とされ9番目の退場者となった。2015年3月28日、WWE 殿堂に迎えられる。 WWF 時代の名優であるマイケルズがインダクターを務め、最後はクリックのメンバーが登場して抱擁を交わした。2019年12月、今度は王として2020年度の WWE 殿堂入りを果たした。WWF 世界卓王者時代。ありがとうございます。